中井筋緑道カラス森町は愛知県名古屋市中村区と中川区にある地名である。現行行政地名は中村区にカラス森町1丁目からカラス森町8丁目が中村区及び中川区に単独町名としてのカラス森町が存在する。中村区カラス森町8丁目と中川区カラス森町は隣接している。中村区南部、中川区北部に位置する。 カラス森という地名の由来は城石に森があり、多くのカラスが住んでいたため、カラスの森と呼ばれ、略してカラス森となったと言われている。鞘街道の最初の集落であり、古くは豊臣秀吉の家臣、杉原家継の子である杉原長房の居城として、カラス森城が築城され、同じく秀吉の配下の添田義成が出家した後、善用寺に陰性している。 名古屋市の行政地名としては、カラス森駅の西一帯を指すが、駅周辺の高須賀町や松葉町の一部、愛知県道1 9 5号名古屋市の宮線、名古屋高速5号、万馬線のカラス森で入り口周辺を含む場合もある。町の中心を縦断する、鞘街道沿いに古い町並みが続き、中川区側には、東海旅客鉄道の関連施設が集中している。 鞘街道と交差するように、荘米側が流れていたが、現在は暗梁化され、中村区側は中井筋緑道として整備されている。単独町名としてのカラス森町には、障子が残る。現存するカラス森町の字は以下の通り。なお突起のない限り、中村区及び中川区いずれにも存在する。またかつて、中村区カラス森町には以下の字が存在した。 愛知郡カラス森村を前進とする。二千十九年一月一日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学校等は以下の通りとなる。また、公立高等学校に通う場合の学区は以下の通りとなる。カラス森駅長らく町の東西を横断する JR 関西本線、近鉄名古屋線によって町が分断され、 朝夕のラッシュ時は踏切による慢性的な渋滞が問題化していたが2002年に JR 線の2005年には近鉄線の高架化が完了し解消された。高架化が完成する以前は1時間あたりの遮断時間が47分を数える踏切も存在した。ありがとうございます。